ってる？あ、撮ってんの？撮ってる。あ、わじたびチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、わじです。今日はですね、ここ、東京都世田谷区にあります小田急の梅ヶ丘駅にやってまいりました。今回ですね、ここはあの梅ヶ丘駅を周辺ちょっと散策してみたいと思います。はい、今回カメラマンが北谷さんなんで。本当に？はい、全然あのゆかりもない場所なんですけど。嘘つけこのクソ野郎。ちょっとじゃあ散策してみましょう。こんな感じだったっけね。いや、僕ね、初めて上が嘘つけばが。もういいわ、そのネタ。これ、お地蔵さんがね、ありますね。天秤地蔵。知ってた？俺、こんなの知らなかった。あれ？これ最近のわけないよね。俺は知らなかった。まあいいや。お賽銭入れろ、この野郎。お賽銭入れろ、この野郎。というわけで、なんか、祝国士舘大学箱根駅伝出場、箱根駅伝で出るんですね。あ、国士舘大学この辺にあるんですね。嘘っぽいわ。いや、グダグダですね、結構。なんか今回よそよそしくないですか。あったかも僕らここにゆかりがあるみたいな。どうだったかな。いや、久々に上ヶ丘来たけど、行っちゃったけど、なんか結構変わってますね、上ヶ丘も。久々って今おっしゃいましたけど、今どういう、いや分かんない、でも前世で来てたかもしれないしね。全然前世ですね。言うと思った。いやー、でもなんかね、世田谷区、あ、久々だな、なんか。あら、串カツの田中とかになっちゃってますよ、ほら、ね、前はなかったですもんね。ないですね。私見つけてしまいました、おじさん。はい、タイの国旗が右側に。あれか、よく君見つけるの早いですね。僕目が悪いから全然悪いんですけど、なんかタイの国旗あるみたいですね。ちなみに今日のファッションはなんかこう、なんかクリスマスツリーを意識していると先ほど申しておりましたが、どういうことですか？やっぱはあの季節もの大事ですから、季節感出さないとね。サンバイザーしてるくせに。今日曇ってて太陽出てないですけど、サンバイザーするんですね。あのね、僕には見えてるんですよ、太陽が。ネパールの料理もやってるね。あ、この辺変わってんじゃないか、全然分かんない。いや、これ多分ね、梅ヶ丘にゆかりのある人じゃないの、今回つまんない感じだと思うんですけど。大丈夫ですかこれ。いやいや、でもね、意外とそういうのも面白いと思うんですよ、僕。なるほど、まあまあそうだね、やってみて。そう、ただ何かをあの、はい、隠蔽しようとしてるトークな感じが嫌なんですよね。いやいや、そんなことないですよ。気のせいですよ。大丈夫ですか？全然大丈夫です。もう隠蔽してませんか？なんか僕は大丈夫です。絶対隠蔽してるでしょ。何をさっきから隠蔽って言ってるんだ。全然僕は何もね、あの何も言わないだけですからね。初めて来ましたって嘘もよくわかんない嘘でしたね。あ、そうですね。確かに。この男は聖夜というラーメン屋を探しております。あれでも、もしかしたらもうなくなっちゃってるかもしれないのに。ないな、ちょっと探してみましょうか。セイント聖夜ですね。まあちょっと何言ってるか分かんないけど。閉店とか出てきたらどうします？まあ悲しいよね、そしたらね。やっぱ思い出のね、味ですからね。閉店してます。梅ヶ丘の聖夜なくなってます、これ。閉店って書いてる。あら、うわ、残念だな。思い出の味なんだよこれ。あ、2020年の2月9日に閉店してる。あ、今年。うわ、残念。これね、あの夜中、車でヨネ君とかと来て食べたこともあったりしたんですよね。ヨネ君は関係者じゃないですけど。あれですけど、ドライブで、夜中ドライブでちょっと来た時に。じゃあ聖夜探さずに行きましょう。もうしょうがないんで。いや、探してもねえもん探すなよ。うわ、ショックだなこれ。ちなみになんで僕たちがこんなにね、聖夜熱くこだわってるかって言いますと、まあ、あの青春時代の思い出の味なんですよね。あのワンコインで500円で食べれるんですけども、梅、まあ、ヶ丘店が閉店なだけで他のところであるんで、よかったらぜひ皆さん聖夜のラーメン食べてください。セイントセイヤ。はい、いい編集店ですね。はい、なんかね、国士舘大学っていう大学が近くにあるみたいなんで。っていう大学って言うんじゃねえよ、この。ねえ。まあまあ、梅ヶ丘店。台湾マジでちょっと美味しそうだね。
僕ね、台湾は行ったことあるんでね、あの台湾いいとこですので、ぜひあの落ち着いたら皆さん行ってください。あの動画チェックしてね。あのはい、すごいあの静止画像しかないですけど、台湾行ってきた時の動画はありますので、ぜひ見てください。あ、紙芝居動画ですか。紙芝居動画ですね。あ、はい、結構やっぱね、世田谷ってアップダウンがやっぱ多いですね。あの 谷の地形だから。お、世田谷と、はい、谷ついてますね。やっぱそうですね、谷がつく地名っていうのは大体ね、その川が通ったところなんで、大体の高低差ありますんで。大谷さんですね。そうですね。あ、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。ズームイン。あ、今ので2、3人減ったんじゃないですか。おかしいな。はい、それ買わねえのかよ。今ね、ここ梅ヶ丘駅からなんか適当にぐるぐる回ってここまで歩いてきました。で、ここがね、国士舘大学なんですけど、ここがね、松陰神社ですね。なんか来たことある感じする。なんでだろう。なんだろうね、この既視感が。いやー、暑いね。やっぱ こっち側からの景色の方が。まあそうだね、これが区役所、元、今もかな、世田谷区役所。今も、はい、今も区役所ですよ。一応宣伝してみましょうか。懐かしいですね。そうなんだ。こう図書館ですよね、ここね。あ、これ図書館っていうんですね。図書館。図書館ですね。じゃあ行ってみる、そう、松陰神社の方。松陰神社に行きましょうよ。せっかくだから。そうですね。せっかくお参りしましょう。そうですね。松陰先生に。吉田松陰。吉田松陰先生のね。大先生に。はい。あのゆかりの多分神社だと思いますんで。多分そう、多分っていうのはね、まだ下調べしてないんで、これからちゃんとリサーチしてからね。そうですね、 YRP ですね、横須賀リサーチパーク。ドゲネレザですかね。まあ吉田松陰先生のね、ゆかりの。本当なの、わかんないけど。ちゃんと調べた。調べて、まだ調べてないです。あ、でもこの名前使ってってことは絶対関係な、まあ、そうですね。うん、じゃあちょっと行きましょうか。吉田松陰先生があれですね、祀られてるわけですね、ここは。先生、何を。世界の平和をお祈りしてきました。あー、カメラ落ちちゃった。なんでや。あ、じゃあ松下村塾ちょっと行ってみましょうか。あ、いつの間にかカメラマンが入れ替わりました。よくあるやつ。こちらに松下村塾があるそうなんで。あ、入れる、あ、でも入れないか。入れはしないんだ。そっか、雨戸開放。あ、こちらにも松陰先生が。あ、僕は北茶です。松陰先生じゃないです。そうですね。松下村塾、東京にもあるんですね、ここで。いや、俺たちも頑張んなきゃいけないですね。そうですね。はい、そんなわけで、和地散歩、世田谷区梅ヶ丘編でした。いや、いいですね、なんかね、このね、年の瀬にね、ちょっといろいろ旅するっていうのもなかなかいい風情があっていいと思います。和地散歩でした。それでは皆さん、良いお年を。メリークリスマス。ドゥ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 、先にドゥドゥドゥ来ちゃった、ごめん。それでは皆さん、良いお年を。メリークリスマス。ドゥ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 、いや、でもさ、これ何